マイクロソフトキーボードの f ロック f ロックキーはマイクロソフトが2001年に導入したキーでファンクションキーの状態を切り替えるのに使用する。f ロックがオンの時 F1 から F12 のファンクションキーは使用しているアプリケーションによって定義された役割で動作する。オフの時それとは違う別の役割として動作する。例えば f 五には開く f 十二は スペルチェックが割り当てられている。初期のモデルでは PC の再起動やキーボードリセットで f クの状態がオフに戻ったが、後のモデルでは再起動後も f クの状態を保持するようになった。ロジクールやビューソニックなど他のキーボードメーカーも一部のキーボードで f クキーを実装している。f クの導入はいくつかの点で批判された。第一に 動作が直感的ではない。F ロックがオフの時、通常とは違う動作をするため、例えば LTF4 などの組み合わせが機能しないように見える。第2に各キーに割り当てられた二次機能の選択が恣意的であるように見える。従来、F7 にはスペルチェックの機能が割り当てられていたが、F ロックオフ時にはスペルチェックは F10 となり、F7 には 変身が割り当てられた。これは一部の批評家から強い批判を受けた。また、ファイルの名前を変更しようとして、Windows Explorer で F2 を押したとき、Flock がオフになっていると、一つ前のファイル操作が取り消されてしまい、何が実際に行われたかに、ユーザーが気づかなかった場合、悲惨な結果を招く可能性がある。このような懸念のため、Flock 機能を無効にする方法が、 多くのウェブサイトで紹介されたマイクロソフトキーボード用のデバイスドライバであるインテリタイププロを使用するとこの問題を回避できる。これによりユーザーはファンクションキーやアクセサリーキーにキーストロークやマクロを割り当てることができる。例えばファンクションキー F1 にマクロ、プレス F1 を割り当てると F ロックの状態に関係なく OS がキーの多化を F1 として解釈するため f クの問題が発生しなくなる。f クを富士に割り当てられた二次機能は以下の通りである。ありがとうございます。